京都市内で運行される、日アススム記者製 BYDK9BYDK9 は、中華人民共和国の自動車メーカーである日、アススム記者が製造する電気バスである。2010年より製造が開始され、本社を置く中国をはじめ、世界各国で販売されている。生産は、中国のほか、中国国外での現地生産や、他社仮想によるものもある。日本国内においては、 2015年2月に京都市のプリンセスラインが中国から輸入する形で導入したのを皮切りに国内のバス事業者でも導入するところが増え、その後は日本市場向けのモデルも登場している。満充電時の航続距離は 250km。従来のバスよりもバッテリー重量の関係で重い。派生車種である K98K9 バイトなどは一部仕様が異なる。 使用されているバッテリーは BYD の自社開発によるリン酸鉄リチウムイオン電池でタイヤハウス上または屋根上に設置されている BYD はこのバッテリーについて有害物質を発生させず材料をリサイクルできるとしているまた一部車両では補助電力として太陽電池も搭載されている電動機は水冷式の永久磁石同期電動機で イグブとインバータにより制御される。後方の左右の車輪にそれぞれ電動機が設置され、電動機の動力は歯車減速機を介して車輪に伝達される。車体は主にアルミニウム合金を採用し、軽量化を図っている。岩手県交通で運行される BYDK9 リチウムイオン電池による電気バスの試験運行でない営業運行。日本仕様は 道路運送車両法による保安基準の規定に従い、中国本国を含む他国には存在しない非常口を後部右側に設置した。また、五軸銃が11トンあるため、特殊車両通行許可を要する AB 一部0式のものもある。ありがとうございます。